はい、皆さんこんにちは。セイキンゲームズモンスターストライクへようこそ。さあ、やってまいりましたね。超重心祭、7月31日から8月2日までということで、全て金玉確定ということで、1000万人突破記念ですね。今回これ出てますね。神クラス星5個ゴッドストライク、ゴッドストライクか、強そうだね。てか強いよね。攻撃力も、HP、 それから スピードもですね、非常に高い。素晴らしい。何を隠そう、聖金超重心祭初です。以前、ベルダンディを当てたのが、あれモンストコレクションだったっけね。それで当たったんですけど、それ以来全くいいの出ておりません。今のパーティーはこれですよ、ベルダンディ。これはいいんだよね、これはいいんですけど、なんとドリアードさん、そして、ディルロッテ。まあディルロッテはサブでね使えるって感じだと思うんですけれど、ドリアード、まあね、ヒカキンはね、ドリアードなんかビジュアルいいよねとか言ってたけど、まあでもドリアードも、まあ強くなるんですよね。強くすれば、進化とかねさせれば多分強くなるんですけど、まあでももうちょっとなんかね主役っぽいの欲しいですよね。ということで、今回、超重心祭に臨みたいと思うんですけれど、いろいろ調べたんですよ僕はね。今回何を当てたいかっていうと、そうね、まあ坂本龍馬とかね、それから、ベルフェゴールとか、あと、まあ、まさしくこのゴッドストライク、そして、霧隠れ再造、これもいいよね。そしてサタン、これも貫通だからね。サタンと、坂本さんは貫通だから、まあ気持ちいいよね。っていうか結構欲しいんだよね、貫通タイプ欲しいなと思って、この辺りが出たらいいなっていう思いを込めて今回頑張りたいと思います。さあ早速やろうと思うんですけれど、オーブは見ての通り21個ですよ。21個ということは4回引ける、4回で当てたいね。男はね、オーブがいっぱいあって当てたってダメなんですよ。オーブが少ないけど当てる、これが男です。いきましょう。さあ、あと4回ガチャ出ます。いきます。1回目いきます。さらっといこう、男はね、さっと行こう。よし、ドラゴンには目が入っていない、お前に目を授けるぜ。ショット結構さらっと引いたでしょ。どうですか。お願いします、お願いします。うわダメだ、トライアンフだ。知ってるけどダメっすね、星4個だもんね。駆け抜けろ、僕のトロフィー。なんそんなこと言ってる場合じゃねえよ、ったくお前。あと3回ガチャれます。行きましょう。いや、ここはこのお方に出てもらおう。ナメ先生お願いします。初ナメ先生モンストだね。よし、ナメ先生に引いてもらおう。よしよし、行きますよ先生、行きますよ行きますよ先生。ガチャルボタン押してください。ほい、ナメ先生、ナメライクショットで行こう。ナメライクシャーッ。どうですか先生、ナメ先生、さあお願いします。なんだこりゃ、なんだこりゃ先生、なんでしょうこれは。これはヤディア。あー微妙だ先生。さあ、あと2回ガチャれます。先生あと2回だそうです。さあ行きますよ先生、ガチャルボタンを押してください。さあ、押しましたね先生。いきますよナメ先生、お願いします。はい、ナメラーきたー。先生、なんかいいのが出ますようにお願いします。サタン、坂本、うぅー、ダメだ、ダメっぽいですね先生。え、ダメじゃないじゃん、出ました先生、霧隠れ再造出ました、アンチダメージオール来た、先生来ましたね、ついに使えるやつが。いや、まさか出るとは思わなかったぜ。スピードもね224キロ速いし、攻撃力 HP ともに、まあ最初にしては非常に高いですね。それから、ストライクショットはアクアロック、自身のスピードがアップ、おお、スピードがアップしてって感じだね。そしてクロスレーザー、いいねー、いいじゃないっすか先生、さすが先生、ライト浴びて先生、いいっすねありがとうございます。さあ、まあね、1個出たからいいとして、軽く最後も引きましょう。最後ももう先生にお願いしようかなと思います。先生最近ね洗ったんで結構いい匂いなんですよ
柔軟剤のいい匂い。さあ先生いきますよ、最後お願いします。最後もガチャルボタン押してください。はい、はい、いきますよいきますよ。引っ張れ引っ張れ、なめらーい、いきまーす。ストライク、ストライクショットって言った、ストライクショットって言いました先生。これはこれ誰、これ誰ですか。お寮、マジかおい、マジかおい、なんてこったおい、星5個ですよ、マジか先生、うわー、なんてこった、攻撃力 HP、 うわ高え、7000もあるぞ。そしてストライクショットはハニームーン、大大爆発ってことはベルダンディと同じだ。これはいいんでないの、アンチダメージオール。うん、やっぱりあれですね、ベルダンディと似てるね。きたー、なんというなめ先生の引き、最初から頼めばよかったよ、もうやべえ。今ねちょっと調べてみたんですけど、お寮、これね、まあ、みんなね多分知ってると思うんですけど、僕はねちょっと知らなかったんですけど、龍馬の妻お寮、進化すると龍馬の妻お寮、そして最終形態というか、一番進化すると幕末の教女お寮。とりあえず坂本さんの奥さん、奥様、これはいいんじゃないですか。さあそして霧隠れ再造の方なんですけれど、これもね進化させていくと、最終形態になるとかなりスピードが、300キロ超えてきますね。これはすごいね、攻撃力もまあまあ強いよね、2万1700とかね、そんぐらいですかね。いやいやいや、よかったー。はい、ということで、初の超獣神祭、まさかの引きで、星5個2人っていうか2体出ましたね。まあ全てナメ先生のおかげですね、ありがとうございます。はい、ということで、また次回お会いしましょう。 See you next time。僕のゲーム実況チャンネル、セイキンゲームズ、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。PC でご覧の方はこちらのボタンをクリック。スマホ、タブレットでご覧の方は画面の外の登録ボタンから。ぜひチャンネル登録、そして応援をよろしくお願いします。